美少年岩崎大昇、上一河野純喜ら人気アイドル4人が4から6月のラビットファミリーに決定。 TBS 系の朝のバラエティ番組ラビット月金曜午前8時に4から6月のラビットファミリーとして人気アイドル4人が加入。月曜に美少年岩崎大昇、水曜に桜坂46谷口愛希、木曜に上一河野純喜、金曜に乃木坂46菅原咲月が出演することが分かった。麒麟川島明と田村正子アナウンサーが MC を務めるラビットは、今の暮らしが10倍楽しくなるライフアイデア発見バラエティ。衣、食、住、遊をテーマに、一流のプロたちの本当は教えたくない、お気に入りイコールラビット、ラビットを通じてすぐに手が届く楽しいを発信している。月曜担当の岩崎は、昨年1から3月に月曜ラビットファミリーとして出演し、今年1から3月の水曜ラビットファミリーを経て、今回史上最多となる3度目。水曜担当の谷口は、これまで月曜ラビットファミリーを務めた中島裕月、石森明花と同じ桜坂463期生として活動しており、3期生初の楽曲「夏の近道」でセンターに選ばれた今注目のメンバーだ。またこれまで「ラビット!」にたびたび出演してきた河野が、初めて「ラビット!」ファミリーとして木曜に参加。そして金曜担当の菅原は、昨年2月に3セカンドシングル「人は夢を2度見る」で初の選抜入りを果たし、その後も選抜メンバーとして活躍している今注目の乃木坂46の5期生メンバー。新たな「ラビット!」ファミリー4人と各曜日レギュラー陣との絡みも必見だ。